続けるのが苦手な方へということなんですけれども、まあちょっとまあこれは効果的かどうかわからないけれども、まあ自分がまあそういうなかなか続けられないんですとか、まあ三日坊主でいつもとか、どうやったら続けられますかっていう、そのまあ継続に対する質問っていうのがすごく多いです。はい。ただ自分が思うのは二つあるんですね。まず一つが、続けられないですっていう人は結構、まあ、自分に甘いんじゃなくて、まあその自分に厳しいっていう人は結構、まあ多いのかなっていうふうに思いますね。まあ、なんでかっていうと、まあその三日坊主とか、まあそのまた、続けられない、例えば1時間読書するって言ったのが、まあなかなかそれができないの。となると、まあ結構皆さん、こう、ああ、また続けられない、ああ、俺本当ダメだなとか、まあネガティブな感情、まあ結構抱く方がすごく多いんですね。まあそれがまず、まあ自分に厳しいんじゃないかなっていうポイントで、まあ普通に考えて、まあ何もしないに比べたら、まあ本を1分読むだけでも、まあ1分読むだけって大したことないように思うけど、ゼロに比べたら全然いいわけですよ。プラスなわけですよ。でまず、まあその何もしないに比べたら、まあプラスだから、まあどんなちょっとした行動、自分が起こす行動に関してはもう OK として、で、まず、まあ、自分を褒めるっていう、まあ、ポジティブな、自分は前に進んでるってことを、ちゃんとこう、まあ、実感してほしいなっていうのが、まずあります。そして二つ目は、まあ、そもそもそのね、継続のハードルが高い。まあ、いきなりこう、走ったこともないのに、まあ、毎日1時間走るとか、毎日30分走るとか、1週間で何十キロ走りますとか、まあ、読書も大した読んだことないのに、1日1時間からとかなるじゃないですか。まあ、そういう人って、まあ、最初のその、モチベーション高い時は、まあいいんですけど、例えば毎日1時間走るって言っても、まあ3日ぐらいしたら、まあしんどいじゃないですか、毎日1時間って。で、そうなると今日はやめとこうかな。やっぱり週3にしようかな。で、そうなってくると自分がこう、どんどんハードルを下げていくので、自分がこう自分に甘いみたいな。自分はこう意志が弱いみたいな風に、またそれでさっきの言ったみたいに責め始めるわけです、自分のこと。で、結局自分なんてダメだっていう風になっちゃうわけですね。だからまず、こうランニングだとすると、まあ、まずこう、ランニングウェアとかあるじゃないですか。そう、まずそこにまず着替える。それは週3回着替える。っていうところ。え、そんなんでって思うかもしれないですけど、それはもう継続なんですよね。結局自分が決めたことをやるっていう、その成功体験を多分積み重ねていくってことがすごく僕は、大事だと思っているので、まずはその、ハードルをとにかく低いところから始める。もう読書もそうです。まあ、最初の一行を読むとか。ね、そんなところからでいいので、それをまず自分で決めた、本当にハードルが低いことを、始めます。で、例えばそのまず、ランニングウェアに着替えるを週3回するとしたら、次はその週3回のうちの週1回をそのランニングウェアを着て、1回ちょっと外の空気を吸いに行く。まあサンダルでもいいですよ。別に、ランニングウェア、シューズじゃなくてもいいし、サンダルでもいいから、履いて外に出て、例えば深呼吸を10回するとか。まあそれって多分誰でもできると思うんですよね。まあ外に出なくてベランダでもいいし、何でもいいんですけど、まあそういうところからして、ちょっとずつハードルを上げていく。そしたら、まあ、自分は、その、継続はそれに関してはまあできてるので、しかもステップアップしていってるから、まあ自分としては満足感もあるし、ネガティブな感情を、まあ抱きにくいのかなっていうふうに、思います。ほんでまあ、例えば1週間空いたとしても、1ヶ月空いたとしても、気にしない方がいいです。はい。結局、毎日じゃあ1時間、読書を続けてる人でも、1時間読書して、その次の、1時間に、の間に多分24時間とかそのぐらい空くと思うんですよ。十何時間って。それって結局、まあ、厳密に言うと、まあ、継続ではないわけですね。間に時間があるわけですよ。だからどっからどこまでが継続なのかっていうのは、自分の中で多分決めてると思うんですよ。その時間ってなんとなく。2日空くと、あ、俺も継続してないって思ってしまう人は、多分その、まあ、その翌日、毎日やる人は多分24時間以内でそれをやると自分は継続してると思うけど、人によっては、それが多分48時間の人もいるし、例えば1週間の人も、いると思うんですね。なので、例えばもう、毎日ランニングしますよって、まあ1週間今いいや、1回ランニングしますよって、それが例えば1ヶ月空いたとしても、その1ヶ月空いてもその間の時間っていうのは、まあその毎日やってる人と一緒で、時間自体は絶対あるんですよ。継続してない時間はあるので、まあ、1ヶ月後にやっても、それも自分で継続だっていう風に、落とし込めると、まあ、すごく楽になると思います。はい。なので、まあ、そう、自分に、優しくはするんですけれども、まあ、甘やかしすぎないという。まあ、そこに関してはね、ちょっと自分で、ゆっくり考えてほしいなっていう風に思うんですけれども、とにかく2つポイント。まあ、自分に甘いのではなくて、まず厳しいと。はい。で、まず厳しいと。はい。で、そもそものまずハードルが高い。
っていうところが、問題だと思うので、そこを、今日話したポイントを一回ちょっと試してみてほしいなっていうふうに思います。そしたら、自己肯定の、その場面っていうのが多くなってくると思うので、ポジティブな感情が、その継続に対して、まあ、持ちやすいですし、自分が確実に前にステップアップしてる、あのステップ踏めてるっていうのが、実感できると思うので僕はおすすめです。今日はここまでです。ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。